高くついたな、この毒は。なんだ父上、私はまだ厳しい稽古を課しておられるのです。殺し？ユリウス伯爵、これは汚い仕事だ。頼まれてくれるか。恐れながらこのところの殿下、そちとて思うまい。しかし姫の身を守った英雄に奴を祭り上げる気。ハッサン。お前は晩餐会でもっといいもん食って。堅苦しいだけだぜ、きっと。どうせまた一人でお稽古だろ。合同訓練の予定だったんだぞ。今日一日どこをほつき歩いていた。晩餐会に招かれて。そうか。ヤキズ、いい風。シャルロット様、その格好で行くつもりか。どうして男はそんな野蛮な一面があるのかもしれません。あ、いえ、騎士の名誉。騎士の本懐ですから、おそらく出会っているはずです。自分自身のためになす、生い立ちに関わりなく、そして夢に殺される、そんな一生を男なら生まれてしまったから仕方なくただ生きる。女性には退屈な話でしたね。不思議な方ですね。野遊びに慣れた子供のようで。あなたについて来られたのでしょうね。友とは違います。全身全霊をかけて立ち向かう、そんな対等のものだと思っています。ユリウス殿下がお亡くなりに。何ですって。すぐ城にお戻りになるよ。チューダーの仕業なら戦が。生まれてしまったから仕方なくただ全身全霊をかけて立ち向かう。鷹の段は右翼の敵を彼らだけで。女の分際で騎士の真似事などしよ。貴様、この聖芸超重装猛進疲れてるだけあって歯ごたえのない。どうした、そこまでか。見ればなかなかの器量。千人町に迎えよう。来いよ、誰でもいい。我が小ぼるいつけ140年にわたり。いつものお前らしくないぜ。こんな格好でよくか。こりゃこのまま混ざらしちゃまずいな。どこか。しかもガッツは撃たれてる。兵卒ごときに戦力を割くなど。とりあえず濡れた服だけでも。大体熱出したまま戦なんて。そういうことか。
よう。まだ横になってろ。おまけに小声かけてたんだからよ。はあ、お前はてめえ、いい加減に。口は死ぬ思いでてめえを川から引く。すぐ頭んち登りやがって。好きで女に生まれたわけじゃない。助けられたくなかった。随分と嫌われたもんだぜ。覚えているか。お前が欲しいんだ。ああ、私は妬ましかった。こんな人材としてお前を欲しがっているのだと。グリフィスがお前のことになると、グリフィスはお前を信頼している。お前がどこの戦場でくたばろうと、そんな風に変えてしまったお前が、私があの人の。それがお前の夢か。死体でも報奨金は出すって。なぜ戦っている。喋るな。見つけたぞ小僧ども。貴様はただでは殺さんぞ。この世の地獄をたっぷり見せてくれるわ。こいつはおっかねえぞ。食いちぎられるぞ。やみ上がりは足手まといなんだよ。たかが女のために。鞘に収まるもんだろ。俺はさっきの答えを考えとくぜ。グズグズするな、行け。死ぬな。女のケツを追っかけるのは。これでそのバカでかい剣も震えまい。かんどなんて非力なんだこの腕は。下など構わない。一人で敵中に残ったんだ。こんなくだらねえところで。俺には耐えられない。対等のものだと思っています。でも中だよ。今はどう切るか。間に合ってくれ。これ全部隊長が。ガッツ隊長。ガッツ、おい。傷に市民だろうが。鷹の段に百人斬りの。ガッツ大将に感謝せにはなりませんね。すぐに行っちまうなんて。グリフィスのところへよ。ちょっと顔貸してくれないか。お前たちの捜索隊を出すよう随分反対したんだ。失うわけにはいかない。正直焼けた。百人斬りの大将に塗ってやんな。そいつがまた気のいいやつでさ。今のご時世信じてるやつも少ないけど、それで何度か命を拾ってる。体が手に入ると思えば随分と安い。ありがとう、ジド。いいのか。ここの方が涼しくていい塩梅なんだ。おい動くな。秘伝の傷薬だって。お前気にすることねえんだぜ。逃げ回るより切り合ってる方が性に合う。あん時はこうも思った。お前だけじゃねえ、グリフィスもそうさ。百人と切り合おうが千人と切り合おうが、いい眺めだな。顔に似合わず器用なんだよな。早いとこ百人長ぐらいには出世して、なんだかあの明かり一つ一つにそんな風に見えてくるぜ。どこかのお姫さんかと思ってたさ。小さな火を持ち寄って、飛ぶような小さな火を絶やさないように。でっけえ炎にだ。ここに俺の火はねえ。フラッと立ち寄っただけなのかもしれねえ。どんな戦でも生き残る自信がある。俺一人は必ず生き残った。俺を育ててくれた傭兵団のボスは、ただ死にたくねえってだけで一番肝心な戦うわけってやつをお前なんかに話しちまったのかね。お前まさか。ガッツ隊長。隊長
せると。